青島幸男、青島幸男、青島幸雄、1932年、昭和7年7月17日から2006年、平成18年12月20日は、日本の作家、作詞家、タレント、俳優、放送作家、映画監督、政治家。参議院、議員、5期、第2位クラブ代表、初代、第5代、東京都知事、第13代などを歴任した。 テレビ業界で当初は放送作家として成功し、高度成長期を歌ったスーダラブシを作詞する。クレイジーキャッツ主演の映画は、元より若大将シリーズなどでも映画の主題歌を作詞した。主演したドラマイジワルバーさんでは国民的キャラクターとして定着し、小説を執筆すれば、諸女作人間万事採用が日の絵馬が直木賞を受賞するなど、 多彩の人として知られ、超マルチタレントと呼ばれた。タレント政治家としても高い人気を誇り、参院選2期目以降は、選挙期間中に選挙広報作成と、政権放送録画外外の選挙運動を一切せずに、戦死続けたことなどが注目された。一方で、都知事時代に、行政運営に失敗し一期で退任。世論の支持を一気に失い晩年は一転して、不遇であった。 東京府東京市日本橋区堀止町、現在の東京都中央区日本橋の市田主弁当店、弁育の次男として生まれる。東京都立第21中学校、現、東京都立武蔵川丘高等学校に入学するが、学生改革に遭い、数ヶ月で、新生早稲田大学高等学院に転校。早稲田大学第一小学部に進学。22歳の時、 兄の虚婚者に恋をして苦しみ、ガス自殺を企てたこともあるが、部屋にガス管を引いて、ガスを呼吸するうちに、これなら、本当に死ねる、いつでも死ねるから、今夜はやめとこうと外に飛び出した。この頃、恋の苦しみから、自分の髪の毛を切ったり、赤い長襦袢を着て電車に乗ったり、哲学書を読みあさったりした。やがて雪夜の苦しみを見るに見かねた兄から虚婚者を譲られ、 三年後に結婚する。学部卒業間際に結核をわずらったので就職を断念して、1955年4月に、早稲田大学大学院小学研究科小学、専攻修士課程に進学し、療養生活を送る。当時、昔の同級生から見舞いを受けた際に、就職先の自慢話を聞かされ、恨めしい思いをしたことが後に、 サラリーマンは気楽な家業と来たもんだという歌を作る、動機になった。療養中に銀座でバー、カランタスを経営。その頃に書いた漫才台本が NHK のコンクールで採用されたことをきっかけに放送作家としての活動を開始。1956年6月には大学院を中退する。結核回復後は働かずに実家で過ごしていたが、 1961年、東京都立第21中学校の同期だった、杉山光一から電話で呼び出され、渡辺プロダクション社長である、渡辺進を紹介される。渡辺プロダクション制作の、大人の漫画、フジテレビ、シャボン玉ホリデー、日本テレビなどの構成を担当し、放送作家本人が、画面に登場する、チンタオだ。のギャグで、一躍有名にな。 1960年当時、最初に運転免許を取って、美容師の免許を取って、映画も取って、作詞作曲、監督、主演を全部やり、直木賞を取り、国会議員になると豪語し、植木等から正気を疑われたが、8年後までにこれら全てを実現させた。作詞家としても才能を発揮し、番組で関わった。 花はじめとクレイジーキャッツや坂本キューラの作詞をする。特に作曲家、萩原明翔とのコンビでの作品で、数多くのヒットがある。代表曲として、スーダラブシ、黙って、俺について来い、明日があるさ、などがある。1966年には映画、金で、制作、脚本、監督、主演を担当し、同作は、 カンヌ国際映画祭の国際批評家週間に入選した。俳優としても自身の当たり役となったテレビドラマ、イジワルバーさん、原作、長谷川町子、レギュラー放映、読売テレビ、1967年から1969年、フジテレビ、1981年から1982年に、主人公、イジバーさん、旗の達役で主演し、 読売テレビ版の主題歌、イジワルバーさんの歌も歌った。あまり知られていない仕事として、ドラマのストーリーテラー、いわゆる狂言回しがある。1969年から1970年にかけて、つぶらやプロダクションが制作した大人向けの特撮ドラマ、恐怖劇場、アンバンスでは、ストーリーテラーとして、全13回すべてに出演。同作品は、 内容が陰惨なために制作後3年間、お蔵入りした後、1973年にようやく放映されることになったもので、格和冒頭と終わりに挿入される、ジンタオの出演部分は、放映決定後に追加で撮影された。アメリカの怪奇ドラマ、ミステリーゾーンに習いストーリーテラーが案内して、ドラマが始まるという趣向を狙い、ミステリーゾーンのロッドサーリングに相当する人物として、 ち太郎が抜擢された。ただしコメントは、プロデューサー熊谷健の執筆によるものである。1968年、第8回参議院議員通常選挙に、全国区から立候補し2位で、初当選。なお、1位は、石原慎太郎。3位は、植田明であり、タレント議員のパイオニア的存在となる。なお、テレビ司会者としても、1968年から11年間に、 渡る、お昼のワイドショー、高見地下との名コンビで広く親しまれた、追跡などの司会者などとして引き続き芸能界でも活躍した。あとに無所属議員による院内会派、第二院クラブに所属。参議院議員は内閣に関与すべきではないとの立場から、主犯指名は必ず棄権していた。ある日、佐藤栄作が自分は参院選の応援のために、 日本全国を回ったと特異に話すので、自分はテレビでの知名度があって当選できた。選挙の立候補者も放送を通じて、政権を述べれば良いと答える。そして、人顔の提案により、政権放送が実施された。1971年3月29日、予算委員会の代表質問において、 与党自由民主党に対する財界からの政治献金の多さを批判する。首相の佐藤栄作を、もし理想的な政治資金規制法が作られまして、これが厳密に運用されたら自民党政府の存立はありえないでしょう。そのことは誰も知っておりますし、一番よくご存知なのは佐藤さん、あなた、ご自身だと私は思います。だから、 これは政治資金規制法の改正というのは私はできないと思います。あなたには、できもしないことをやるのだやるのだと約束になるから、ますます国民の不信を買うばっかりであると私は信じます。中略資本主義国家なんですから、企業からお金を集めて、それを政治資金にするというのは、私は明らかにすれば、それでいいと思うのです。 できないならできないと明確におっしゃった方が、一層はっきりするのです。その代わり、政府は、スポンサードガバメントであり、総理は、財界の長賃持ちで男目掛けであると一等、両断し、大いに物議を醸した、a 六助は、後年に、この発言を、あれは一種のこび、ああいうこび方というのがある。芸者が、お座敷で、権力者のハゲ頭を叩くのと同じで、 あんなこと言われても総理は痛くもかゆくもない。帰って喜んでると批判した。自民党は懲罰動議を出し、また同党の要求で、太字の箇所は国会会議録より削除された。しかし、陣太道の懲罰委員会決議は見送られた。陣太道によると懲罰を決議するためには本会議で弁明の機会を与える必要があり、この弁明は、 時間無制限であったためではないかとしている。1974年の第10回参議院議員通常選挙以降、候補者の陳太タオ自らが街頭演説などの選挙運動を一切しないという独自の選挙活動を行う。これは陳太タオが超有名人気タレントであるからこそ可能な戦法であった。1981年小説人間万事採用が 日の絵馬で同年上半期の直木賞を受賞。この作品は本人が直木賞を取ると周囲に公言して、執筆、出版し、実際に受賞してみせたものである。しかも、ある意味では、日本の文学史でも他に類を見ない離れ技であり、人道の豊かな才能の一端を示すエピソードとして知られている。1989年。 韓国大統領のロタイグ宛てに在日韓国人政治犯の釈放に関する要望という署名を133名の国会議員と連名で提出し、日本人拉致実行犯、新公主ら29名の無罪方面を訴えた。同年、4期目途中で消費税法案の強行採決に抗議して議員を辞職し、直後に予定されていた第15回参議院議員。 通常選挙に立候補するものの落選した。この行動は中途辞職による比例代表名簿辞典搭載者であった泉田区の繰り上げ当選と自身の当選によって所属会派の議席像をもたらすため比例代表制度を恣意的に利用するものであと批判された。1991年にアクセリンパシュが発見され追跡など 当時のすべてのレギュラー番組を交板して治療に専念した。後に感慨するも、この時の抗がん剤治療が死因である骨髄異形成症候群の原因となったとれる。1992年の第16回参議院議員通常選挙で国会議員に返り咲き、金丸新と東京佐川急便の癒着疑惑について東京地方検察庁が 罰金のみの略式基礎で幕引きを図った際には、抗議のハンガーストライキを国会議事堂前で行った。1995年、参議院議員を辞職し、東京都知事選挙に無所属で出馬することを表明する。当初は内閣官房副長官として7人の内閣総理大臣を補佐し、自民、自由連合、社会、公明4党からの推薦。 新党先駆けからの指示を受けていた石原信夫の当選が有力視され、合戦不出馬により優待する鈴木俊一も事実上石原を後継に考えていた。しかし新党は開発が進む臨海副都新築で開催が予定されていた鈴木肝入りの世界都市博覧会の中止を公約に掲げ石原や大前県一岩国哲と上田明ら有力候補を破り、 170万933票を獲得して圧勝する。石原の落選は国民の政党に対する不信感の現れのまさしく象徴的な出来事であった。陳太郎の知事就任後、東京都議会は臨海副都心開発を見直した上、都市博の開催を求める決議を賛成多数で可決する。しかし、陳太郎は中止保証は金で買いがつく。 チンは、約束を守れる男かそうでないのか、真偽の問題なんだ。と、反対し、公約通り中止を決定した。1995年5月16日午後7時頃、都庁舎の都知事秘書室で、チン宛の小包が爆発する事件が起こり、この小包を開墾していた職員が、左手のすべての指と、右手親指を失う重傷を負った、東京都庁小包爆弾時。 後にこの事件は、オウム真理教による犯行と断定されている。オウム真理教の宗教法人の所轄庁が東京都であり、宗教法人法による解散請求問題が浮上していたため、都知事の陳倒が狙われた。1998年には、会が循環でに加点入選を果たした。都知事としての陳倒は、都市白中止以外には、 特に目立った施策はなく、二神祖救済の税金投入をしないなど、他の公約を守ることもないまま完了、役人任せの行政に終始する。このため、徐々に、人太郎に対する批判は高まった。もっとも、オール野党であったために、独自色を出すことができなかったという見方もある。一期勤めた1999年、任期満了で、都知事の職を退任した。この 二期目に立候補をするかどうか直前まで決めておらず、態度表明の記者会見の直前でも、都政担当記者は愚か、ナンバー2である、副知事でさえも退任するかどうかを知らなかった。ポスト沈太をめぐる1999年、東京都知事選挙では民主党を離党し、衆議院議員を辞職して出馬した、鳩山国を後継指名したが、石原慎太郎が当選し、 鳩山は辞典に終わった。都知事在任中は、知事公舎に入居しており、退任後は、江東区に転居した。2001年、議員クラブ代表に復帰、第19回参議院議員通常選挙に比例区から、出馬するも落選。2004年の第20回参議院議員通常選挙に、東京都選挙区、定数4から無所属で出馬する。ポスターには、 選挙にも行かないでガタガタ抜かすんじゃねえ、この野郎。チンタオだ文句あるかの極めて発的なフレーズを掲げ、自らが、かつて作詞した、ドンとフ氏の選挙番回歌、セルフパロディを陽気に3回も熱唱し、歌の合間に政権を少し話すという、極めて異色な政権放送を行う。59万6272票を獲得したが、時点で落選した。 陳藤はこの年の参議院選挙での落選を最後に、事実上政界を引退することとなった。2006年12月20日午前9時31分、骨髄遺形成症候群の試死去。74歳だった。信、ぶ、四位、朝日、重光明受賞。戒名は、連成院丹風、厚向大古寺。金城天皇から、一般の公伝にあたる、再資料を可視される。 都の職員100人以上がボランティアとして、通夜、葬儀を手伝った。葬儀には名優である植木藤もさんでしたが、植木もこの時すでに廃気種によって体調を崩しており、酸素吸入器をつけなければならない状態だった。植木にとっても、これが、公の場で見せた最後の姿となる。なお、植木は、太貸の後を、追うように、 チンタオの告別式からちょうど3ヶ月後の2007年3月27日に死去している。高度経済成長期にサラリーマンは気楽な家業と来たもんだと作詞して日本無責任時代を演出した立役者でもあるがチンタオ自身にサラリーマン経験はない。また、うちのお父さんはサラリーマンですがちっとも気楽じゃありません。あんな歌はやめてくださいという苦情の手紙を受け取った。 ことがある。チンタオは、卒業、就職の時期に結核を患い、やむなく大学院に席を置いて、療養生活を余儀なくされ、身の保障の名に一つない役座な家業に追いやられた、私としては、サラリーマンが、なんぼのもんじゃいと恨みがましく思っていたと語っている。1990年代のチンタオはアメ合横丁で、購入した、モッツコートを頻繁に着用しており、 それに目をつけたテレビ局関係者が、モッツコートを口実の、踊る、大捜査線の主人公の衣装とし、主人公、青島俊作の名前の由来ともなった。長女は、放送作家、エッセイスとタレントの青島みゆき、長男は作詞家、放送作家の青島とし楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。